圭介のソングス&ドッグス、週末はミュージシャン。さあ来ました、いよいよね、赤羽エリックシオリジナル発表の時間になりますと言っても、知ってる人は知っている、知らない人は知らない、虫図という言いましょうか、なんて笑われてるそんなにみんなに愛されてる曲だったら知らない、久しぶりだったら知ってる人がいますけど、俺も久しぶりだったさあ、しかし記憶にあるかどうかは分かりませんが、あのニューアレンジを放送しましたね、私はあのボーイズとかルシー ルーシー、まあボーイズが一番近いかな、ボーイズってあの、なんだっけ、俺ボーイズ歌えないんだ、男子っていうバージョンしか歌えない、はいはい、ダーンってやつね。それはいつでもできるんだけど、それを虫図に適用しました。はい、ね、すっかり6月みたいな、もうじき梅雨の話になりますけどね、うん、フィクションという今日の2曲目ですかね、1曲目はライブの映像を見ていただいたんで、うん、2曲目のフィクションという、これはですね、私の高校時代の仲間が、詩を書いてくれて、
預かったまま僕が曲がつけられなくてね、で今ならできると思うんですけど、当時はそのやっぱり自分の言葉じゃないものに詞をもらっても曲つけるの大変で、その曲をつける作業は今度は大学の時の友達だったまあアグネス松本につけてもらったっていう記憶がありますけどね、なのでなかなか難しいんですよ。で今回もうこの蔵出しシリーズもそろそろもうねこれまでに引っ張り出してきてない曲となるともういよいよもってひどい曲である可能性も結構あるのでね、もうこれはもう私の曲じゃありませんし、ちゃんとした楽曲ですから、これでしばらくは30年ぐらい前のを引っ張り出してくるっていうシリーズも一旦お休みかなと思いますけども、フィクションという曲でね、じゃあやってみましょうか。悲しみが悲しすぎてあなたの音を歌うことさえできない、だからあなたと俺とはこれから出会う音にして物語を始めよう。もう二度と会うことさえ望めない人との甘い恋愛的なことでありました。さあ、3曲目、今週も、3曲目はライブバージョンでありますが、6月だって今6月何してるか全然分かりませんね。まあこのシリーズ、お気づきと思いますが、こう背景がなんていうの、このスクリーン形式の時はしばらくスクリーン形式が続き、なんか山ん中風の時は一月半ぐらい山ん中が続きみたいなね、
まあ、それはしょうがない、大人の事情っていうものがあるからね、うんうんうん、ということで、大人の事情による、この昔の歌を引っ張り出してやってみましたシリーズ、長々と結構やったよ、10曲ぐらい引っ張り出したんじゃないかと思います。すごい、ね、去年も結構十何曲引っ張り出ししたから、うん、もうほとんど丸裸というか、なんでこんなやってるかというと、本当にあれです、この撮影隊の皆さんとね、いい音で、私かなり拙い目になっちゃうんで、昔の曲はあんまりやる意味あるかなと思いながらも、記録として残しておけるという勝手な個人的な、ね、この番組及び那須塩原インターネットテレビの趣旨とはだいぶ違っちゃうかもしれないけど、非常にいい数ヶ月を過ごしております、まあ、このスクリーンバックシリーズも、まあ、そろそろ長い2ヶ月ぐらいずっとこれでしたからね、次回は6月の半ばってことになるんで、どこで撮りますかね、海ロケとかね、いいですね、捕まらない程度にどっかでやりたいね、うん、去年山の中でやってたらパトカー来ちゃったっていう事件もありましたからですが、まあ、楽しみに、これからも大丈夫ですか、大丈夫です、私も体に気をつけて、はいはい、お互いに頑張りましょう、やっていきましょう、はいはい、では3曲目のライブセレクションを聞いていただいて、はい、次はもう全く違うね、雨ロケとかねなんかいろいろやってみたいと思います、はい、では3曲目を聴きください、どうもありがとう、はい、さあ、ここからは、はい、これまで聞いたことのない世界に入っていきます、はい、まずは、何だったっけ、君はよく聴くというですね、はい、これは1回目でやった夕暮れっていう曲もそうですけど、ベーシストと一緒にやったところのベーシストが曲をつけたものだから、はい、とんでもなく難しい、確かにね、それを今1曲ずつやってると、はい、3曲ぐらいあるんだもんね、1曲だけやって出てました君はよく聞く、ちょっと今聞くと危険ドラッグみたいな歌でね、まあそうですね、女性を薬に例えた歌ってますね、では皆様
ありがとうございます。